となるとまたこれ自分で歩いていかなあかんってことか。いやーこれきついぞ。どないするよこれ。もうだいぶ奥までは来てるとは思うんやけど、ちょっとな。うわやばい、行けや。ちょっと待てよ、グラップリングあるよな、拾ったよな。ちょっとこれグラップリング使っていこう。なんかあんまり、あ、いや危ね、電気ウナギがいる。あっこにクラゲもいる。あの奥かな、なんかあの扉みたいになってるあの奥に行くんかな。危な、あー危なー、ふうふう、あの奥や、あの奥や、あの奥に入れってことや。いやーなんかでもワクワクしてきたぞ。あの奥に入るんや。危な、あーし、よし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 、来た、あーあー来たぞ、たどり着いた。あーなんだここは。おお、え、何ここ、え、これどないすんの、え、これ上に上がっていく、もしかしてそれともこの下なのか。ここじゃねえの、これ上登ってみる一回。さあ登ってきましたけども、え、なんかいる、なんか中にベロナ、うわ怖っここにおるベロナサウルス、ほらちょっと見えるかな、怖っ。これ上さすがに通られへんよな。っていうことはやっぱりこの下なのかな、ほんなら。いやーきついぞこれ、どうしようか。やべやべ、入っちゃった、入っちゃった。え、どこ、あ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 、待って、あったあったあった、下にあった下にあった、あー待って、あーあー待って、ここまで来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 て、なんか、あーマップハマりして、ハマってる、ハマってるって。あーでも分かった、この下や、この下に行けばいいんや。いやきつい、マジできつい。さあまあここまで戻ってきたんすけど、いやバリオニクスやったらまあギリギリここ通れてんけど、まあ、もうちょっとバリオニクスもボロボロの状態と。さあ中へ入ろうか。なら、あ、やべやべやべ、嫌がったか中に。出たいけど、出たいけど出られへん、出たいけど出られへん、落とせ、よし、あぶねえ、あぶねえ、あーあー、なんとか最後の電気ウナギかなこれで。お、登ってきた、登ってきた、よし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 、ここが。ただこれ先奥に見えたけどさ、ベロナサウルスいるんよなここ。うわあ、いた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 、いた、うわあ、危ねえ、うわあ、危ねえ、落ちてった、あーあ、危ねえ、危ねえ、いたわベロナサウルス。やべえ、登りにくいバリオニクス。いいね、とうとう、ちょっと、おお、ここが塔の最上階ってとこかな。いや作り込みすぎやろ、すげえなこのダンジョン、何これ。いや、うわうわ、なんだ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 、やめろ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 、落ち着けお前ら、落ち着いてくれ。ああー早い早い、足が速すぎる。ちょ、ノックバックでなんとか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 、許して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 、うわくそ、いやどけお前ら、どけ、うわベロナいる、うわーやばい、やばい、いや、ちょっと遮蔽物を利用しながらさ、え、なに、中いる中いる中いる、あートロードンか、トロードンがマジで一番やばい、こいつら、こいつらマジで一番やばい、やばい、もう死んでまう死んでまう、バリーが、バリオニクスが持たへん、もう、あー危ねえ、あっぶね、あーやばすぎる、ちょっといくらなんでも
やばすぎる、ここ。やばい、トロードに見つかった。また見つかった。もうこいつら。こいつらもうええ加減にしてほしい。こいつらがやばい。一番やばい。ベロナよりも、トロードンが一番やばい。これ俺、降りると、気絶させられるから、バリオニクスで戦うしかない。マジで。やべ、来た！うわぁ、やばい！死ぬ！やばい、死ぬ！マジで死ぬ！マジで死ぬ！マジで死ぬ！このタイミングでこれはやばい。気絶値がどんどん溜まってる。あ、終わった。マジか、ここまで来て。ああ、強すぎるトロードンが。さあ、ここまで戻ってきたけど、まあ当然バリオニクスはやられちゃったかな、さっきのやつは。で、ちょっとね、奥にいっぱいいるね、トロードンとか。ただ今回ステータスフリーをね、ちょっと強めにしてきたから、まあ多分いけんじゃないかな、とは思うんやけど。さて。あー、なんかいるね、そこに。バリオニクス、なんかいっぱい入ってるね、ここに。おら！やべ、来た！やーべ。うわ、来た。やばい！やばい！これはやばい！これはやばい！これはやばい！やばい！やられる！マジでやられる！これは。これはやられる可能性ある。やばい。いや、危ねえ！危ねえ！あれ？え、もしかしてこの中？ちょっと待てよ。なんもない。ということは、最後そこか。最後か知らんけど。この、下やな。これを、通っていけと。うーわ、マジか。ここでバリオニクスお別れか。マジで大丈夫これ。ほんまにいけるようになってる？これ。ちょ、頼むで。これは上じゃなくて下に行く形式やな。ふぅ、気合入れていこかんなら。さて。おいや。やばい。生身がこんなに怖いんか。ほら。この遮蔽物を。いや、あ、でも何のゲームやねこれも。ゲーム変わってもてるやん。いや、いててててててて。危ない。うわ、危ない。ああ、倒した。いや、きつい。ダメージ自体はあんまりやけど。ちょっともう武器がな、大してもう持ってないんすよね。やばすぎる。やばいやばいやばい。なんかだいぶ雰囲気が、なんか雰囲気がだいぶ、何ここ。やば。え、入ってみようか。こんなの。あ、待って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 。これじゃん。おい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 。マジかよ。めっちゃおもろいやんけ、おい。こういう隠し。マジか。こんなとこに隠されてましたね。なんだこれ。え、なにこれ。なんかもう、ちょい。これさ、いや、そうやんな。アルファワイバーなんか置くな、もう、こんなとこに。あ、でも待って、これ走り抜けていくパターンちゃうか。そうじゃないとこんなん無理やで。うわ、どこや？あの木いっぱいあるやん。あそこかな？あそこを入ってって、なんかあのさっきみたいに入り口があるとか。もうそれしかないな。行くか。行くぞ。突っ込め。ここにかけるしかない。ここにかけるしかない。あ、やばい。無理。やばい。殴らん。いや、ぶっ壊れへん。ああ。いやー、どうやってやんねん、ここ。マジでわからへん。さあ、戻ってきたけども、ちょっと今回ね、あそこの岩を砕くためにこれ持ってきた。マインドリル。これでガガガガガって削って、で、入っていこう。そんな感じでやっていこう。じゃないとマジできつい。うん。そうでもせん限りは、無理やな、多分。さて、まあ、ちょっとここの炎が厄介ではあんねんけど、頑張るしかないな。
行くぞ。走れ。なんか来てるけど。行け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 。入れ入れ中入れ。よしよしよっしゃ。うーあー突破。うーめちゃめちゃ炎上してるけど。あーちょっとアイテム回収した。ここあえ待ってここ食らうの。ちょっと待って、あぶね。あぶね。いやちょっともう回収したいけど無理やな、あれ。あかもう諦め、あ、いやでもバリオニクスとかな。いやー後で回収するしかないか。うわ重量オーバーや。あそうか、これいっぱい取ったから。あーキッズ、あかん、用意するものが多すぎるここのダンジョン。さて、あ来ましたね。じゃあちょっと来ましょうか。さあじゃあ来ましょうか。おお、この下か。おお、海底都市。あこれか。なんか見ててん、モンハンのさ、モンハントライのナバルデウスのなんかのマップ、戦うマップをなんかまあ戦うマップをまあなんかそれ風にしてみた、そういう風に作ってみたっていうところ映っててんけど、ここやな多分。これ海底都市が立ち並んでるけど、リードシクティスか。リードはまあ多分襲ってはこんと思うから大丈夫と思うけど、ちょっと行こうか。さあこんな感じ。おお、すごない？めちゃくちゃすごい。これはなかなかええ感じやないよ。あった。さっき気づかんかった。あった。免疫のアーティファクト。よっしゃ。あー、終わった。やっと終わった、この洞窟。いや、きつすぎる、マジで。やっと終わった。でもさ、この光景見たら、なんか達成感あるな。すげえ作り込んでんな、しかし。何これ。なんかこのダンジョンの形式も面白かったわ。なんか不思議のダンジョンとかみたいなローグライクの形式で、まあ入るたびに敵の配置とか、まあ敵の種類とか、ちょっと変わったりするっていう感じのダンジョンやってんけど、まあ正直俺まあローカルでやってるから正直結構、まあぬるま湯というか、まあまあ楽な設定でやってはいるんすよ。正直。ただ正直それでも、だいぶきつかったわ。うん。だってバリオニクスも合計3体とか使ってんのかな？そもそも道具自体もさ、結局毎回失ってるからさ、まあその度に、作って持ってきてみたいな感じやったから。で、最終的にはマインドリルまで持ち出してくることになったからな。いやー、これ帰りどうする？帰りどうするこれ。ということでいかがだったでしょうか。まあ今回はね、ここモッドマップタイニアステラにあるイービルアイランドっていう、昔このお城に住んでた城主が厄介な生き物たちを、ここで飼ってたっていう、でそこでな、野生化した生き物たちがこうやってダンジョンに住み着いてるというなんかね、変わった男女に、潜入してみたんですけども。いやー、きつかったな。きつかったわ、これマジで。何回死んだんやろ。まあ何回も死んでるし、その度まあアイテム持ち込んでは、生き物も持ち込んで、で、結局まあ帰るのにもさ、まあ何回か行って、ちょっとずつちょっとずつ、まあ、進めていくっていう感じでまあ戻ると。いった形やったんですけど、いやーマジでこれ。いやでもまずね、感想としては一番言いたいのは、よく作ったなと。このダンジョンマジで、これ一人で作ったんやろこれ。いやすごくないこれ。めちゃくちゃちゃんとできてたしさ、難易度がさ、まあなんかすげえイカれた難易度やったけど、
正直生き物低音ポットぐらいちょっと使わせてほしいなみたいな思ったけど、ちゃんとした指向の金属、ちょっと品質のある、装備を整えていって、でなおかつまあ結構ちゃんといろんな道具使わなあかんから、もう最終的にマインドリルまで使ったからねっていう感じで、まあ、ちゃんと準備していきましょうっていうダンジョンやったな。でちなみにね、今いるのがこの城の一番上、まあメガラニアとかで、まあ壁登れば来れるから、何気にねここアイテムとかないけど、結構ねちゃんとねこのなんか外装とかもかなり丁寧に作られてるから、またね気になった方は概要欄に貼っているタイニアステラのモッドリンクからまあ飛んでみてね、入れてちょっと見てみてもらえればなと思います。いやまあ何はともあれ、とりあえず攻略できてよかったなということで、もうちょっと疲れたから終わるわ ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。